はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は三重県のここからファインの薬剤師のパートタイム、3年目39歳の方の給与明細です。最終学歴大卒で、仕事内容は調剤薬局で調剤、服薬指導、薬歴記載、患者対応などなど、市販薬の販売も含む、基本的には医師の処方箋ありきの仕事なので、忙しい時とそうでない時の差が激しいが、 えー、基本的には忙しい時ばかり必要な資格やスキルが薬剤師免許で勤務時間が1日7.5時間残業0.5時間収入が月収28万年収210万でボーナスなし、えー、薬剤師をしたい家庭のアドバイスとしては薬剤師なんてろくな仕事じゃない、えー、国士合格できる頭があるなら別の仕事に就いた方がよほど幸せな人生が送れますとおっしゃっています で、給与で、えー、店舗基本時給が942円で、調整給で131円、職種、下給で合計967円、SC 時給2040円。で、えー、基本給が27万46 464円、残業手当1281円、えぇ、ー、組給が27万5970円。そこから控除が引かれて、手取りの金額が、 えー、212,784円となっています。えー、今回は調剤薬局の、えー、薬剤師のパートの方の給与明細でした。えー、勤務日数20日で、えー、実動132時間なので、まあこれだけもらえる仕事ってのはまあなかなかないのかなっていうふうに思います。がまあ、えー、この方曰く、まあなかなかきつい仕事みたいなので、 ま、それに耐えれて頭のいい人だけがなれる仕事なのかなっていうふうに思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。